マイクロソフトのサーフェスラップトップを紹介します。電源を入れています。電源のスイッチがこれなんですね。この一番端っこじゃなくて、この一つ、なぜなんだか知らないけど、面白いですね。画面は非常に綺麗ですね。このトラックパッドなんですけど、非常に使いやすいです。今まで Windows のノートパソコンのトラックパッドって非常に感じが悪かったんですけども、これは非常に使いやすいです。アクセサリーとしてこういうなんか面白いマウスがあるんですが、このマウスこうパカッと平らになるんですね。これバッグに入れると非常にいいんですけど、まあ、1万円弱ぐらいするんですけども、これが特になくてもこちらだけで十分のような感じがします。タッチパネルになってますので、例えばこれ、これ直接このタッチすると動き出すんですよ。まあ当たり前ですけど、スマホとかタブレットと同じようにタッチして動作するんですね。またアクセサリーとしてこういうペンも準備されています。あとキーボードなんですけど、キーストロークは適当にありまして、これ使いやすいですね。キータッチは非常にいいです。少し外観を紹介します。左側の側面を見てみますと、USB ですね。それからミニディスプレイポート、それからイヤホンジャックですね。これだけです。反対側を見ますと、これはマイクロソフトオリジナルのインターフェースで、拡張ユニットなんかをつなげてインターフェースを拡張します。とりあえずはこの電源ですね。電源をここから供給します。磁気式でこうパタッと外れるという、ここのこの面ですね、ここのところが金属じゃないんですね。これ人工皮革みたいなんですが、非常に見た目もいいし、触り心地もいいです。